明けましておめでとうございます、お久しぶりです。青木です。アメリカから帰ってきました、これからご紹介する商品は、1月4日の21時に、夜21時に、ウェブの方に掲載される商品です。早速始めていきます。はじめ T シャツ系ですね。アーテックスの S 表記状態、おそらくデッドのコンディションかなと思います。ブラウンボディに、フロッキーで黄色のフロッキー、カリフォルニアバークリーで、バッグはこういった感じです。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてチャンピオンティーですね。90年代の青タグ XL 表記で、青の霜降りに、青の染み込みです。3段ですね。バッグはこういった感じです。全体的にコンディションいいと思います。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いて古いヘインズですね。 L 表記です。でこちら、この人形の、ちょっと名前は飛んじゃったんですけども、染み込みプリントです。バッグはこういった感じで、全体的にこちらもコンディションいいです。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続きまして、チャンピオンティー、こちらも90年代ですね。 XL 表記で、ネイビーとグレーのラバープリント3段になります。バッグはこういった感じです。全体的にこちらもコンディションいいですね。サイズも XL 表記なので、しっかり大きく着れると思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続きまして、タグがフルーツですね。リリーホイットのパブロハニーですね。かなりスペシャルな T シャツだと思います。バッグはプリント入らない、タイプになります。フルーツの XL なので、かなりしっかりサイズも残っていて大きいサイズ感です。穴とかもなくコンディションいいですね。かなりスペシャルです。こちらの方で、15万8000円に消費税です。続いてニルバーナ、こちらはデルタのちょっと年代新しめの方ですね。 XL 表記です。ニルバーナのスマイルですね。バッグは、こちらです。しっかり古い方と90年代の方と同じ版使ってると思います。サイズも XL あるので大きく着れると思います。袖はダブルなので、ちょっと値段お安めになってます。こちらの方で29,800円に消費税です。続いてもニルバーナですね。いいですね。ジャージーズの XL 表記 100% コットン白ボディですね。でメンバーフォトでニルバーナ、96年のコピーライトです。バッグは こんな感じですね。ニルバーナと、入っております。袖はダブルですね。 XL あるのでしっかり大きく着れると思います。こちらの方でお値段が49,800円に消費税です。続きましてオツナイキちゃんですね。セブンティーズのタグ XL 表記、少し首元、ダメージはあります。肩の方にもありますが、なかなか最近見なくなったかなと感じます。プリントは染み込みですね。フットボールタイプです。バックは無地ですね。 XL 表記あるので、僕でもしっかりゆったり着れるいいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が39,800円に消費税です。続いて LL ビーンですね。タグがこちらになります。メイドイン USA の XL トールサイズ、柄かなり珍しい LL ビーンなのかなと思います。バッグはこんな感じです。全体的にコンディションも良く、生地はシャモ味ですね。サイズ、17ポールなので、ガバッと僕下にパーカー着れるぐらいの大きいサイズ感です。こちらの方でお値段6,800円に消費税です。続いてラルフのビッグシャツですね。サイズが L 表記で、しっかりビッグシャツの表記で 100% コットンですね。デニム地でポケットのところにポニーですね。バッグはこういった感じです。で全体的にこちらもコンディションいいです。サイズ表記 L で、大きいですね。しっかり大きいです。こちらの方でお値段が7,800円に消費税です。続いてヴィンテージのシャツですね。マクレガーです。40年代頃ですかね。ミディアム表記になります。襟も、ちょっとロングポイントになってます。カラーがイエローですね。バッグはこういった感じです。サイズ M 表記ですが、作り大きいので実寸 L ぐらいあると思います。こちらの方でお値段が15,800円に消費税です。続いて60年代ですかね。タウンクラフトの、ラージ表記になります。
ボタンダウンで3点止めですねのドットシャツ、黄色青ですね。なかなか見ないいいシャツだと思います。サイズラージでなので僕が着てジャストサイズぐらいかなと思います。こちらの方でお値段が 25,800 円に消費税です。珍しいですね。続いてレイヨンシャツですね。タグがこちらになります。60年代ですね。ミディアム表記になります。赤黒ベースのレイヨンシャツ、かなりいい配色だと思います。バッグはこういった感じです。全体的に特に大きいダメージとかもなく、全然まだまだ着れるコンディションだと思います。ミディアム表記で僕がジャストサイズで着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が 35,800 円に消費税です。続いて E シャツが続きますね。タグがこちらのタグです。 S 表記ですね。でグレーベースにグレー黒白の、プリネルですね。 50s です。解禁のタイプですね。でシルエットボックスでバックがこういった感じです。こちらも大きいダメージ特に見られないです。 S 表記なので僕だとちょっと小さいですが、女性の方や僕より小柄な方にかなりおすすめのいいシャツだと思います。こちらの方でお値段 15,800 円に消費税です。続いてこちらもいいシャツですね。ペニーズのペイデイの、ヒッコリーのシャツになります。状態かなりいいんじゃないでしょうか。多少の、薄くこうペンキ飛びはありますが、大きなダメージ特に見られないですね。でもちろんマチ付きです。バッグはこういった感じです。サイズで言うとおそらくラージぐらいあるのかなと思います。僕でゆったり着れます。こちらの方でお値段 29,800 円に消費税です。続いて60年代頃のリーのワークシャツですね。タグは欠損してしまっていますが、こちらの方、ピスネーム RM、レジスタのみですね。カラーはベージュです。ザワークシャツといった感じですね。大きなダメージ特に見られないです。マチ付きのタイプになります。サイズが16ぐらいですかね。僕でゆったり着れるいいサイズ感です。生地もガシッとしてます。こちらの方でお値段 25,800 円に消費税です。続いていいシャツ続きますね。リーライダーのシャツですね。バッドダイので、デニムシャツになります。こちらは、レジスタ MR 入らないですね。フルスナップです。いいですね。バックはこういった感じでダメージ特に見られないです。こちらもマチ付きのタイプですね。若干の薄く、焼けの跡はありますが、そこまで目立たないかなと思います。こちら、サイズが16表記ですね。こちらも大きく着れるいいサイズかなと思います。こちらの方でお値段が 69,800 円に消費税です。続きましてもういいシャツです。シアーズですね。ダブル襟で、デニムシャツになります。サイズも大きいですね。16ぐらいあるかなと思います。特にこちらダメージとなくコンディションもいいです。かなりいいシャツですね。僕が着て、しっかり大きく着れるいいサイズ感だと思います。着丈も長くなく着やすい丈感かなと思います。こちらの方でお値段が 69,800 円に消費税です。続いてヴィンテージセット、タグ付きですね。両部位です。しかももうなかなか見ないですよ。でサイズ表記が42表記、セットインのタイプで白ですね。若干の薄汚れありますが、タグ付きで、両部位なかなか出てこないかなと思います。サイズ表記42なので僕が着てジャストサイズぐらいかなというサイズ感です。こちらの方でお値段が 49,800 円に消費税です。続いてセーターですね。ジョンストンベイの、セーターになります。50% ウールの 50% アクリルでアメリカ製ですね。で柄がもういかにも、今のシーズンらしい柄かなと思います。特に大きなダメージやもなくコンディション的にはいいんじゃないかなと思います。サイズ表記ラージなので僕が、しっかり着、ゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段 7,800 円に消費税です。
続いて、こちら珍しいですね。結構かなり重いです。S 表記の、100パーウールですね。の、なんて言えばいいんですかね。ダッフルタイプって言えばいいんですかね。セーターのダッフルタイプ。丈も地区長くて、女性の方で着ても可愛いかもしれないです。珍しいラルフの一着かなと思います。こちらの方でお値段が 25,800 円に消費税です。続きまして、小物類ですね。こちらの、ヴィンテージのエプロンになります。下の方焼けていて、いますが、かなりいい雰囲気なのかなと思います。生地も、しっかり古いですね。こちらの方でお値段 6,800 円に消費税です。続いて、グラニアミのブランケットですね。で黒ベースで、細かめの網になってます。しっかりしてますね。特に、ダメージとかも見られないです。ここら辺はアメリカでかなり厳選して柄とコンディション、取ってます。こちらの方でお値段が、7800円に消費税です。続いてリバースいきます。トリコの S 表記ですね。下にケアタグつくタイプです。青ボディにグレー水色のプリント、これなかなか出ないプリントですね。バックは無地です。少し、色の汗感はありますが、全然着れるコンディションです。S もう今なかなか出ないです。女性の方や小柄の方におすすめです。こちらの方でお値段9800円に消費税です。続いて、これもいいですね。90年代のラージ表記、アメリカ製です。目なしのクレイジーパターン、これ久しく見ないかなと思います。バックはこういった感じで全体的にコンディションもいいですね。こちらの方でお値段が 35,800 円に消費税です。続けてですね、こちらは XL 表記ですね。でこちら目付きのタイプになります。こちらも先ほど同様コンディションは、パッと見かなりいい感じかなと思います。こちらの方でお値段 29,800 円に消費税です。続いて黒のフルスナップですね。90年代ラージ表記になります。目付きのタイプでもう真っ黒ですね。はい、全体的にパッと見た感じコンディションもいいです。サイズラージで、実寸で XL ぐらいあります。かなりゆったり着れるので、ゆったり着たい方、僕持ってるのだと L で着てます。こちらの方でお値段が 29,800 円で消費税です。続いてリバースのパーカーですね。トリコのミディアム表記赤ですね。で目付きのタイプになります。全体的にコンディションいいんじゃないかなと思います。特に問題はないです。ミディアム表記なので僕が着て、ピタッとジャストサイズです。こちらの方でお値段 15,800 円に消費税です。続いて白ですね。トリコの白意外と見ないかなと思います。こちらは、目付きのタイプでしっかり紐もついてますね。生地、かなり柔らかい生地です。バッグはこういった感じで、特に、結構白で多いのがサビ汚れとかがあるんですけど、特に見られないですね。こちらの方でお値段が 25,800 円に消費税です。続きましてもうリバースです。トリコのこちらの方のタグですね。レギュラーの方のタグがつくタイプでミディアム表記です。ですが、リバースウィーブ仕様です。生地感もちょっと薄くなっているタイプで、これかなり珍しいと思います。しっかり紐もついてますね。バッグはこういった感じです。特に、コンディションに何もなさそうです。ミディアム表記ですが、ラージぐらい実寸あるかなと思います。こちらの方でお値段 25,800 円に消費税です。続きましてもうネイビーのリバースですが、こちらも変わり種ですね。タグがこちらのタグつきます。なかなか珍しいかなと思いますね。サイズがラージ表記です。で胸の方に先ほどのタグについてたロゴと同じものがつきます。で9ハト目ですね。全体的にコンディションも良く、大きなダメージとかも特に見られないです。かなり変わり種なリバースですね。こちらの方でお値段が 39,800 円に消費税です。続いて、90s のフルジップですね。ミディアム表記で、こちらは目なしのタイプになります。珍しいですね。バックはこういった感じです。
若干のこう色の汗感はありますが、それ以外特に気にならないかなと思います。ミディアムなので、僕が着てジャストぐらいかなサイズ感です。ジップのうねりも出てないですね。こちらの方でお値段 29,800 円に消費税です。続いてバーガンディですね。おお、単色の、青タンのラージですね。もうシンプルにプレーンな青タンです。若干肩のところにダメージはありますが、パッと見気持ちツートーンに見えるのかなと思います。サイズラージですが XL ぐらいありますね。しっかり大きいです。こちらの方でお値段が 49,800 円に消費税です。続いてダブルフェイスですね。タグがこちらのタイプになります。 XL 表記ですね。ダブルフェイスで、ネイビーのラバーで、かなりかっこいい、文字なのかなと思います。ポケ付きでバッグはこういった感じですね。首元の部分少しダメージがありますが、まあ、ちょっとこなれた感じで着たい方におすすめです。サイズ XL あるので僕でかなりゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が 25,800 円に消費税です。続きましてジャケット類いきます。こちらビッグスミスのセブンティーズぐらいのデニムのジャケットですね。タグがこちらでサイズ表記42ですね。コンディションかなりいいです。色残りも、8割から9割ぐらいありますね。でジッパーが、タロンですね。バッグはこういった感じです。若干肩のところにこう焼けがありますが、それ以外のダメージは特に見られないです。表記42あるので僕でちょうどよく着れるいいサイズだと思います。こちらの方で 7,800 円に消費税です。続いて、ビッグベンですね。タグがこちらです。サイズ表記が42の、80年代頃ですね。ジッパーは、タロンです。で裏地がブランケット付きですね。はい、バッグはこういった感じです。ステンシルとかも何も入らないシンプルないいジャケットだと思います。サイズが42あるので、かなり状態もいいですね。大きく着れます。こちらの方でお値段が 7,800 円に消費税です。続きまして、60年代頃のビッグヤンクの、裏地ボア付きのデニムジャケットですね。こちらのタグこちら付きます。で色かなりいいですね。裏地付きということもあって蜂の巣綺麗に出てます。バッグはこういった感じですね。サイズが34くらいなので女性の方におすすめです。こちらの方でお値段が 7,800 円に消費税です。続いてリーですね。 220J ですね。タグがこちらになります。でピースネームレジスタ MR 入っております。色こちらかなりいいですね。袖の方に、ペイントされた跡があります。バッグはこういった感じですね。裏の方にも入ってます。サイズの方が、実寸で大体40ぐらいですかね。僕で、少しゆったり目に着れるサイズ感になります。こちらの方でお値段 7,800 円に消費税です。続いて、こちら70505、のブランケット付きですね。サイズ表記ちょっと読み取れないですが、びっくりです。色残りも、かなりしっかりあるかなと思います。8割ぐらいですかね、ありますね。サイズも、実寸で44あります。かなり大きいですね。僕でもゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段 59,800 円に消費税です。続いて、リーのコットンツイルですね。タグがこちらになります。こちらのピースネーム MR 入るタイプですね。カラーが、ベージュです。70年代頃ですね。少し、袖の部分ダメージがあったりはします。こちらの方も少しダメージあったりリペアがあったりします。雰囲気、仕上がってるのかなと思います。この辺のタイプは結構サビ汚れ目立つものが多いですが、特にそこまで見られないです。サイズが、36ですね。僕らとかなりピタピタの T シャツ1枚でジャストサイズかなと思います。こちらの方でお値段 7,800 円に消費税です。続いて、こちらベルスタッフですね。タグがこちらになります。内側のタグこんな感じです。で裏地付きですね。サイズ、おそらく38ぐらいかなと思います。コンディションも
悪くないですね。オイルもしっかり入っております、僕が着て少しゆったりめかちょうどいいぐらいのサイズ感で着れると思います。こちらの方でお値段が 29,800 円に消費税です。続いてパタのスナップティですね、タグこちらのタグです。でメンズのラージ表記になります。柄いいですね。でフリース、少し硬くはなってはいますがまだまだ全然着れるコンディションです。バックはこういった感じですね。袖の部分少し、パイピングのところが、ダメージあります。ラージ表記なので僕でかなり大きく着れるいいサイズかなと思います。こちらの方で12,800 円に消費税です。続きまして、パタゴニアのグリセードですねのフルジップになります。色はフレンチレッドです。こちら内側のタグでミディアム表記になってます。で年代の方が、F494 年ですね、はい、裏地は、パープルです。バックはこういった感じで多少の、肘のつぶれはありますが全体的に、まだまだフリース全然着れるコンディションなのかなと思います。ミディアム表記なので僕が着て少しゆったりめに着れるかなぐらいです。こちらの方でお値段が 39,800 円に消費税です。続いて名作ですね、 LLB のワーデンジャケットです。筆記体タグですね。なかなかここら辺も最近見なくなる、見ることがなくなってきたかなと思います。サイズが40でコンディションもかなりいいんじゃないかなと思います。ダメージ特に見られないですね。サイズもちょうどいいんじゃないでしょうか。こちら僕が着て少しゆったりめに着れる、かなりいいサイズ感です。こちらの方でお値段が 49,800 円に消費税です。続いて、PCU ですね。タグがこちらになります。ミディアム表記ですねの、タイプ1ですね、状態はデッドストックのコンディションでフードもついて完品ですね。なかなか最近こっちのタイプ見ることがなくなったかなと思います。ミディアム表記で、僕が着てちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。かなり需要のあるサイズかなと思います。こちらの方でお値段 49,800 円に消費税です。続きまして、まあ、パンツ類というかオーバーオールからいきます。こちらリーの、オーバーオールになります。70年代ですね、はい、でポケット山ポケです。白で、ペンキの跡がついたちょっと作業着で使ってたんですかね、雰囲気ある、一着だと思います。ウエストが36、レングス29なのでちょうどよく履ける方多いんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段 15,800 円に消費税です。ベンデイビスですね。ベンデイビス意外と見ないですね。80年代頃のベンデイビスです。でデニム地で、綺麗に色は落ちてますね。若干の焼けはあります。バックはこういった感じですね。バックにも少し焼けあって裾の部分に少しダメージがありますが、ベンデイビスなかなか見ないかなと思います。こちら実践ウエストが36のレングス32ですね。こちらもいいサイズ感なのかなと思います。こちらの方でお値段 7,800 円に消費税です。続いてリーバイスすごい攻めたいと思います。こちら501のブラックですね。かなり色黒いです。で、サイズ表記の方が3636ですね。実寸の方が3436になります。もちろんしっかりタブも残っていますし、レングスもオリジナルです。実寸かなり大きめではありますが、ここまで黒いと裾を上げてしまっても全然いいのかなと思います。おすすめの1本ですね。こちらの方でお値段 12,800 円に消費税です。続いて519のデニムですね。ここら辺もなかなか最近見なくなったなと思います。オイル染みが飛んでいてすごく雰囲気が仕上がってるのかなと思います。デニムもいい色の1本かなと思います。パッチもしっかり残っていて3130表記いいですね。オレンジタグです。実寸の方が、31ニックですね。僕が履いてジャストサイズです。こちらの方でお値段 15,800 円に消費税です。続いて、リーバイスタップレーですかね。
こちらの方スタプレです。でカラーがベージュになります。で517のタイプですね。状態かなりいいです。タブもしっかり残っていて黒金のタブですね。実寸の方が、3230、サイズもいいです。なかなかこの、スタプレとかだとレングスがかなり長いものが多いのでここら辺はいいかなと思います。お値段が7800円に消費税です。続いて、こちらもリーバイスですね。リーバイスの珍しいですけど結構フレかなり、しっかりフレアで、ステッチがブラウンで白の、生地ですね。ジッパーがスコビルの、ジッパーです。で後ろビッグイのタブがつきます。ポケットもなんか気持ち小ぶりですね。でウエストの方が実寸29、レングスが31ですね。かなりのフレアです。サイズ入る方におすすめです。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続いて、501のホワイトですね。 USA 製です。でバックはこういった感じで、3332表記で、もちろんタブも残ってます。大きいダメージはないですが若干裾の部分に擦れがあります。ほんとそれぐらいですかね。実寸3130です。こちらもいいサイズかなと思います。こちらの方でお値段9800円に消費税です。続いて550のカラーですね。パープルです。バックは、3834表記で、もちろんタブも残ってます。かなりいい色味のパープルなんじゃないかなと思います。実寸が、ウエスト37のレングス33で、少しこう溜めて履く感じでもかっこいいんじゃないでしょうか。こちらの方でお値段が9800円に消費税です。続いて684ですね。鬼フレアです。サイズウエストが実寸38のレングスが30なので、かなりでかいサイズ感かなと思います。で、スモール E のタブがつきます。でこちらの方でお値段が12800円に消費税です。続いて、ミリタリーモノで、おライフイズビーチ珍しいですね。こちらライフイズビーチのナイロンのパンツです。で右のところにポケットがついて、ライフイズビーチの、ロゴがしっかりついてます。これ珍しいですね。パッと見ちょっと US アーミーのトレーニングパンツかなと思っちゃったんですけど、これは珍しいですね。で実寸がウエスト33のレングス30、サイズ感もかなりいいんじゃないでしょうか。スケート好きの方におすすめです。こちらの方でお値段15800円に消費税です。続いて、いいですね、メタルです。41カーキって言われたりもしますが、実際37年頃からメタルボタン使われてたりするので37とかって言ったりも、します。ちょっとそこら辺は諸説ありという感じで、コンディションはもうバキバキですね。かなりいいです。もうこんなのアメリカでなかなか見ることないですね。実寸もウエストが32でレングスが28と、サイズ感もかなりいいんじゃないでしょうか。かなりおすすめの1本ですね。こちらの方でお値段45800円に消費税です。続いてヴィンテージのデニムいきたいと思います。501のビッグイですね。はい、大文字です。ウエストがニッパチ30いくつかの表記です。で、タブも残っていてしっかりビッグイですね。色もすごい綺麗に落ちていて、縦落ちもしっかり出てます。はい、耳のあたりも出てますね。こちら実寸の方がウエスト28のレングスが31ですね。僕にはちょっと小さいですが、女性の方や、細身の男性におすすめの1本です。履きやすい1本だと思います。こちらの方でお値段39800円に消費税です。続いてこちらはかなり雰囲気系ですね。こちらも501のビッグイです。でこちらはウエストシングルになります。
フロント、かなり、オイル染みですかねがあったりダメージリペアをされていて、かなり雰囲気仕上がってます。バックはこういった感じです。パッチは欠損してしまってます。でタブもちょっと切れてしまってますね。はい、ですがかなりいい雰囲気です。こちら実寸の方がウエストが35インチのレングスが30ですね。こちらも、ゴールデンサイズなのかなと思います。こちらの方でお値段5万9800円に消費税です。続いて、こちら66のシングルですね。こちらも色いい感じですね。うっすらですがヒゲ出ていて縦落ちも綺麗に出てます。バックこういった感じですね。パッチもしっかり残ってます。36の32表記ですかね。でしっかりシングルで、タブも残ってます。ポケットに少し小穴はあります。あと股の部分に、リペアがありますがかなりしっかりリペアされてますね。こちら、実寸でウエスト35レングス30ですね。先ほどと同じサイズ感です。こちらの方でお値段4万9800円に消費税です。続きまして、こちらももうスペシャルです。501ダブル X ですねの片面になります。片面ですね。サイドのステッチもしっかり長いです。色も、やっぱ荒々しい色落ちでかなりかっこいい一本かなと思います。膝の部分に少しリペアはありますが、かなり綺麗にリペアされてます。バックはこういった感じで少しアーケードも、糸が抜け始めてきているなという感じですね。こちら実寸の方がウエスト36のレングスが31ですね。こちら僕にはちょっと大きめですがサイズ入る方にはかなり、いい一本なのかなと思います。こちらの、片面でお値段が59万8000円に消費税です。最後までご視聴ありがとうございます。本年もベルベル人のことよろしくお願いします。